ランナー三塁へ、セカンドゴロ、ワンアウト、敵を待ちたい初回、佐川です。ショートゴロ、カリステの犠牲フライ、緩いボールでバットを振らせました。三振でこの回スタートです。ワンアウト。清水さん、はい、どうぞ。メルセデス投手の試合前のコメントです、はい、いつも通り100です。ここも初球を打ち上げた板山、レッドポランコです。さあ風に乗ってくる、最後振りました。そして振らせて三振、しっかりとここは三振で切り抜けました。メルセデスが2回はゼロに抑えています。最後は綺麗な気を打たせたいところ。サード取れない、ここはショートに任せた。一塁遠投、奥、ここは防ぎました、ショートコボスキ。ここはどうだ、フェアです。おっとピンチャーベース様、一塁はアウトです。考慮した中で休みも与えながら使っている田中幹也、右中間ライトのフライです。最後は奥、追いつく、ライトのフライ伸びていきますが、最後岡取っています。一塁ランナー戻ります。高めのボール詰まってライナーです。初球でここは打ち取った当たり、スリーアウトです。大島というところ、ここは一塁線取った上田球投、ここも内野ゴロだ、ツーアウトです。本当にテンポよく、そしてゴロの山を詰まった音がした。三塁ゴロ、中村、この回は内野ゴロ3つ、少ない球数でゼロを3つでゼロを1つ並べた三者凡退のメルセデスです。三塁ゴロ、一塁アウトではね、まあ、今のインハイなんかの、おお、ここは見逃し三振です。インハイなんかのボールをあの逆方向にああいうふうにファールできるのは多分大きいですよね。はい、これはボールだと思ったらちょっとカットして入ってた。三振、この回大事なイニング、勝ち越しの後6回メルセデスクリーンナップ、三者凡退、カリステ三塁ゴロ、細川見逃す三振、高橋周平空振り三振でした。回は板山からです。2球追い込んで3球三振、何もさせませんでした。ワンアウトです。本当にあとはメルセデスがどこまで投げてくれるか、1球打球がねないところです。空を指さしているメルセデス、ファースト上田、風が強い中飛びました、2アウトです。ここで外できた、セカンドのゴロだ、3アウト、しのいだ、踏ん張ったメルセデス、この表情、2者残塁、大島を打ち取って7回2失点というメルセデス、いつものように点を指差し、そして気合の入った表情で帰ってまいります。